サンブルーノはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ郡の都市。地は1914年に法人化された。2010年国勢調査での人口は4万1114人。サンブルーノ警察署サンブルーノにはウレブレというオローニ族の集落があった。1769年にスペイン人の探検家ガスパールでポルトラの率いた探検隊がこの地を訪れた。後に、 ブルーノでヘセタによって、さらに大規模な探検が行われ、中世の修道会の創設者であるケルンのブルーノから、サンブルーノ川が名付けられた。サンブルーノという使命はこの川から取られたようである。ミッションサンフランシスコでアシス伝道所の設立に伴い、サンブルーノの周辺一帯は、家畜の牧草地となった。やがて伝道所は衰退し、この地域は、ランチョブリブリの一部として、 サンフランシスコの11代目アルカルデのホセデラクルス、サンチェスに与えられた。彼の父ホセアントニオ・サンチェスが亡くなった後、遺産が分割され、ランチョは売却された。後に、地域の大部分で落農が行われるようになった。市には、駅馬車のバターフィールド・オーバーランド・メールのクラーク・スズ駅が置かれた。百四十九年には、宿屋が建てられ、当初はソープズ・プレイスと、 後にアンクルトムズキャビンあるいは14マイルハウスと呼ばれた。宿屋は1949年に廃業し、ダッキーズスーパーマーケットに建て替えられた。ジェネベインアベニューの名前の元となったガスジェネベインはサンブルーのハウスというランドマークを建設したが、火災によって何度か消失し、3回目の火事の後には再建されることはなかった。この場所の周辺には家や牧場が点在していた。 1860年代、サンフランシスコとサンノゼを結ぶ鉄道の駅がサンブルーノに建設された。鉄道は最終的にサザンパシフィック鉄道の一部に組み込まれ、旅客輸送と貨物輸送の両方を行っていた。現在はカルトレインが運行されている。アメリカ合衆国郵便公社の郵便局は1875年に初めて設置された。 1890年から1891年、また1893年から1898年にかけてのそれぞれ数ヶ月は郵便業務が停止していた時期もあった。1898年からは切れ目なく郵便業務が行われるようになった。現在の郵便局はタンフォランショッピングセンターの近くに位置している。1906年のサンフランシスコ地震。 またそれに伴う火災が発生した後、市の成長と発展が始まった。1906年後半には、市で最初の公立小学校が完成した。1910年、エッジモント小学校の完成により、すべてのクラスがそちらに移動し、以前の小学校があった場所には、シティホールという名の公共施設ができた。1912年には、 ノースブレー小学校という別の小学校が開校した。この学校の初期の生徒には後に俳優として活躍するエディロ・チェスター・アンダーソンがいた。カリフォルニアで最初の修道であるエルカミノ・リアルの建設が1912年にサンブルーノのアンクレトムズキャビン付近で始まった。この道路は現在修道82号線に指定されている。市の近隣にある サンフランシスコ国際空港は1927年の前半に開業した。空港内には気象局があり、現在はアメリカ国立気象局によって運用されている。チャールズ・リンドバーグは大西洋横断飛行が成功したことの外線で初期の空港を訪れていた。1911年1月18日、飛行家の友人バートン・イーリーがタンフォランから離陸し、 サンフランシスコ湾に停泊中の走行巡洋艦アセスペンシルベニアに着艦することに成功した。これは史上初めて飛行機が艦上に着陸した事例である。ローカル市のサンブルーノ・ヘラルドによる運動の後、道路を舗装することを主な目的として1914年にサンブルーノは法人化された。グリーンホールが市役所となった。サンブルーのは 急速に成長し、1920年に約1500人の人口が、1930年には3610人に増加した。1940年代にはニューエッジモンとクリスタルスプリングスなどの学校が新たに建設された。1930年、エルカミノシアターが、エルカミノリアルとサンマテオアベニューの交差点の角にオープンした。エルカミノではアニメ映画、 短編コメディーアドベンチャー、ニュース映画などが日本立てで上映され、土曜日と夏季の水曜日には子供向けの昼公演が行われた。普通は映画のフィルムは週ごとに変わったが、1958年のセシル・ビー・デミル監督作品10回は2週間上映された。タンフォランショッピングセンターに4つのスクリーンを持つ映画館がオープンしたこともあり、1970年代に 映画館は閉鎖された。エル・カミのシアターのあった建物は改装されたが、現在は使われていない。後にタンフォランショッピングセンターの北に、より規模の大きなシネマコンプレックスのセンチュリーアット、タンフォランが建設された。退役軍人が埋葬されていた、サンフランシスコのプレシュディオアーキスペースがなくなりつつ、あったため、1939年、旧陸軍省は、 サンブルーノにゴールデンゲート国立共同墓地を創設した。1942年、第二次世界大戦が開戦した後、大統領令9066号により、日系アメリカ人を一時的に強制収容するために、競馬場を改造してタンホラン仮収容所が建設された。第二次世界大戦の終戦後、市は成長を続け、ミルズパーク、ローリングウッド、 クレストムーアなどの新たな分譲地ができた。1947年、サウスサンフランシスコとレッドウッドシティを結ぶ、ベーショアフリーウェイが開通し、サンブルーノにはインターチェンジが設置された。1950年以前、サンブルーノの高校生は、サザンパシフィック鉄道でサンマテオ高校かバーリングゲーム高校に通学していた。1950年9月11日、サンブルーノに、 カプチーノ高校が開校した。多目的ビルとして使われていたグリーンホールに変え、1954年に市は図書館と市民ホールを開設した。同年、サンフランシスコ国際空港の拡張事業の一部として中央ターミナルが開業した。中央消防署も市民ホールの都政に建設され、さらにクレストムーアにも消防署が開設された。女優、 作家のスーザン・サマーズは1946年にサンブルーノで生まれた。彼女は地元の学校に通い、1964年6月にカプチーノ高校を卒業した。1953年、サンブルーノは未編入領域のロミータパークのうち、サンフェリペアベニュー、エル・カミノ・リアル、サンホアン・アベニュー、鉄道の線路で囲まれた地域を併合した。併合されるまでは、 ロメータパークにはサザンパシフィック鉄道の駅があった。ローリングウッド、クレストムーア、ジョン・ミューア、カール・サンドバーグの各小学校に続き、パークサイド・インターメディエイト・スクールが1954年に開校した。さらにエングバル・インターメディエイト・スクールもクレストムーア・キャニオンに建設されたが、後に閉校した。また入学者数の減少により、 ノースブレー小学校とサンドバーグ小学校も並行した。これらの学校はすべてサンブルーノパーク学区の一部であった。市の北西部はラグナサラダ学区に属していた。私立学校のハイランズクリスチャンスクールは1966年に設立された。この学校では大学進学のための教育が行われている。サンブルーノは1950年代半ばに 新たな併合を検討し、市の領域を太平洋沿岸まで広げようとした。だが、サンブルーノの西側にあった未編入領域は併合に反対し、1957年にパシフィカ市として法人化された。1957年5月22日、マグニチュード5.7の地震が市の周辺で発生した。自然体で多少の被害があり、いくつかの学校では、 窓ガラスが割れたり壁にひびが入ったりした。教育学区の理事が集まって開かれた会合のテーブルに石膏ボードの大きな塊が落下したが、幸いにも怪我人は出なかった。商店では棚の商品が床に散乱するなどの被害があり、一時的に閉店した店舗もあった。カプチーノ高校では地震の後数日休校したが、他の学校では生徒を開けた場所に避難させた。 エイマック社はサンブルーノに長年にわたって大規模な工場を運営している。ウィリアム・アイテルとジャック・マクロウが1934年に会社を立ち上げた。同社は電力防止増幅管の生産に特化している。エイマック社は通信機器に使われる真空管の生産でも知られており、それ以外にも軍事用、商業用の製品を生産している。 同法通信も業務の一部として行っているため、a m a c 社は FM ラジオの KSBR も運営している。このラジオ局は1947年に開設され、同年にレンジャトーンのオルガンのテープレコーダーが放送で流された。レンジャトーンのオルガンのテープレコーダーを放送したのはアメリカで2つのラジオ局だけであり、もう1つはワシントン DC のウォッシュ FM であった。 このテープレコーダーは、ドイツのマグネトフォンを元に作られたものであった。同社はさらに広い土地を必要としたため、1959年にサンカルロスに移った。AMAC のサンカルロス工場は1959年4月16日に完成した。1965年、AMAC 社はバリアンアソシエーツ社と合併し、IMAC ク・ディビジョン・オブ・ベリアンとして知られるようになった。 1995年、レオナルド・グリーンパートナーズ社は、バリアンの電子管部門を買収し、CPI 社が組織された。1960年に2年生のコミュニティカレッジのスカイライン大学が設立された。クレストムーア高校は1962年9月に開校したが、1980年6月に入学者数の減少のため閉校した。 昔からサンブルーノのランドマークといえば、1899年に開設されたタンフォラン競馬場であった。シービスケットやサイテーションといった有名な競争馬が、ここでレースを戦った。著名な映画監督であるフランク・キャプラもこの競馬場で、ブロードウェイビルとライディングハイの2本の映画の1、シーンを撮影した。1942年の6ヶ月間、競馬場には、 サンフランシスコベエリアに住む日系人が強制収容された。約8000人の日系人が集められ、その後ユタ州の砂漠地帯にあった収容所やオーエンズバレーにあるマンザナー強制収容所に移送された。競馬場は1964年に閉鎖され、まさに取り壊されようとされていた時、7月31日に火災によって消失してしまった。競馬場の跡地には、 ザ・ショップス・アット・タン a n f o というショッピングモールが後に建設された。その周りの道路はタン n f o r 競馬場で活躍した競走馬の名前が付けられている。1964年12月23日、フライングタイガーライン282便が市内に墜落した。1960年代後半、サンブルーの市内を通る週間高速道路285線。 さらに週間高速道路380号線が建設された。サンブルーの計画委員会は大規模ショッピングセンターをベイヒルとタンホラン2カ所に建設する計画を審査し承認した。最終的な決定はサンブルーの審議会によって下され大規模商業施設の建設が進められることになった。ショッピングセンターが建設される前までは サンマテオアベニューとエルカミノリアルに市の商業施設の大半が一致していた。サンブルーノはベエリアにおいて独自のケーブルテレビ、インターネットのシステムを運営している二つの都市の一つである。1989年10月17日、マグニチュード6.9のロマプリータ地震が発生し、市でも多少の被害が出た。当時、サンブルーノで最も高い建物の 合衆国有便公社西部本社は深刻なダメージを負ったために取り壊された。その後、この場所には、キャップのオフィスビルが建設された。現在、ビルには、ウォルマートのオンライン部門が入っている。このビルは、現在市内で最も高い建物である。火災と爆発の後、破壊された街の様子2003年、バートの路線のミルブレート、 サンフランシスコ国際空港間が延長され、サンブルーノ駅が開業した。2007年、YouTube の本社が、サンマテオからサンブルーノの、週刊高速道路380号線から、チェリーアベニュルに入った場所へ移転した。2010年9月9日午後6時15分ごろ、パイプラインが破裂し火災が発生。周囲に、深刻な被害を与えた。8人が死亡し、 約60人が怪我を負った。さらに38件の家屋が全壊し、123件の家屋が一部損壊した。火災が起きた場所は衛星画像でも容易に捉えられていた。爆発はサンフランシスコ国際空港の約3キロメートル西で発生した。最初は航空機の事故が発生したと思われていたが、連邦航空局や空港は 航空機が墜落したという報告は確認されていないとした。爆発が発生する数日前から周辺で天然ガスの匂いが強くしているとの連絡が複数の住民から入っていた。9月10日、国家運輸安全委員会のチームは爆発が発生した原因の調査を開始した。9月13日、パシフィックガスエレクトリックカンパニーは爆発の 犠牲者のための基金に100万ドルを当てることに合意した。このことは住民が PG&E に対しこれ以上のアクションを起こすことを妨げるものではない。爆発した破片は資料として数日後にワシントン DC に送られた。第二次世界大戦中、アメリカ海軍はリチャード・スニースが開いた落農場があった場所に基地を建設した。海軍高度平坦基地などが この場所で運用された。終戦後も運用が続けられ、サンフランシスコベエリアで運用されていた複数の海軍基地が統合されて、海軍施設技術部体制部地域本部となった。1993年、基地の閉鎖、再編が行われ、近隣の基地も再編が進められたため、海軍は施設の閉鎖を決定し、1994年10月に遂行された。市は、 サウスサンフランシスコとミルブレーの間に位置している。サンフランシスコ国際空港やゴールデンゲート国立墓地に隣接しており、サンフランシスコのダウンタウンからは約 19km 南にある。アメリカ合衆国国政調査局によると、地域全面積は14平方マイルで、全域が陸地である。地域はサンフランシスコ湾からサンタクルーズ山地の山麓まで広がり、 クレストムーアでは標高約180メートル、ポルトラハイランズでは標高約210メートルである。サンブルーの市役所の公式な標高は12.5メートルとなっている。ミルズパーク、クレストムーア、ローリングウッドの一部は険しい峡谷が特色となっている。丘陵部の泉から発した川の多くは市内を暗渠で流れてサンフランシスコ湾へと注ぐ。 スカイラインブールバードのすぐ西側で、地域の外側にあるサンアンドレアス湖はサンアンドレアス断層から名前が取られている。この湖はサンフランシスコ水道局が運用している貯水池のうちの一つでサンブルーノ市の週間高速道路285号線より西側の地域を含むサンフランシスコやサンマテオ郡のいくつかの自治体に水を供給している。サンブルーのは 地中海性の温暖な気候を享受している。涼しく乾燥した夏と肌寒い程度の寒さで湿度の高い冬に特徴を付けられる。1927年以降、アメリカ国立気象局はサンフランシスコ国際空港に気象台を整備している。公式観測記録によると1年で最も寒いのは1月で平均最高気温は摂氏13.3度。 平均最低気温は摂氏6.1度である。霜は冬の数ヶ月に時折降りることがある。降雪は非常に稀だが、1962年1月21日には3.8センチメートルの積雪を記録した。他には1932年12月11日、1976年2月5日に降雪が観測された。 近年では1988年12月27日、1989年1月8日、1996年2月24日にも降雪の跡が報告されている。氷点下まで気温が下がるのは1年で平均1.3日しかない。観測史上最も低かった気温は1932年12月11日に記録された摂氏7度であった。 この日に2.5センチメートルの積雪が観測された。1972年12月には、厳しい寒波がこの地域一帯を一週間にわたって襲った。樹木や植物に被害があり、水道管の破裂も起きた。気温は空港で引く摂氏温度、クレストムーアで摂氏7度まで下がった。1年で最も暑い月は7月で、平均最高気温は摂十22.6度。 平均最低気温は摂氏12.8度である。気温が摂氏32度にまで達するのは1年で平均4日ほどある。夏の数ヶ月間は朝晩に霧や低い雲が立ち込めるのが日常である。霧や雲から弱い霧雨が時折降るのを除けば、夏季は非常に乾燥している。夏季には稀に熱帯低気圧から湿った空気が流れ込み、 雷雨が発生することがある。夏の午後は西からの突風が日常的に吹いている。これまでに観測された最高気温は1961年6月14日の摂氏41度で、その1年前の1960年6月に観測された摂氏40度の記録を上回った。1988年7月17日には摂氏41度。 1971年9月14日には摂氏39度を記録した。1993年8月1日までは8月に摂氏38度以上の気温は観測されなかった。8月はこの地域周辺では霧が発生しやすい月である。逆転層の影響により標高の高い丘陵部では空港よりもはるかに高い気温がよく観測される。 雷雨は年に数回発生し、そのほとんどが冬季であるが、通常は極めて短時間しか降らない。年間の降水量のうち、ほとんどが11月から4月にかけて降る。アメリカ国立気象局サンフランシスコ国際空港観測所では、年総降水量が511ミ、mm、リメートル、標高の高い丘陵部ではそれよりも多い810ミ、mm、リメートルとなっている。 ニールンドは測定された気温の情報を週刊新聞のサンブルーのヘラルドに1966年から1969年まで報告していた。年間で雨が降る日数は平均65.2日である。 月間の最多降水量は1998年2月の 346mm24 時間の最多降水量は1982年1月4日の 142mm である。ニールンドは1967年1月にクレストムーアで24時間に 155mm の降水があったと報告していた。冬の嵐は多くの場合強いハエを伴う。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。現在の市長はジムルアンで2009年に初当選した。1980年から1991年まで市長を務めたボブ・マーシャルはミスター・サンブルーノの異名がある。カリフォルニア衆議会上院では第13選挙区に属し、民主党のゼリーヒルが上院では第十二選挙区に属し、 民主党のケビン・マリンがそれぞれ選出されている。合衆国議会会員ではカリフォルニア第14選挙区に属し民主党のジャッキー・スパイアーが選出されている。2014年12月の時点でサンブルーノで有権者登録をしている約2万人の市民のうち政党登録者数が多いのは順に民主党、明言しない共和党となっている。 クリスタルスプリングスアベニューとエルクリスタル小学校の間にあるサンブルーの市民公園は主要な私立公園である。公園には日よけのある歩道やハイキングコース、ピクニックテーブル、小さい野球場、私立プール、さらにバスケットボールチームのサンフランシスコウォリアーズがかつて練習場として使用していた室内バスケットボールコートなどを含むレクリエーションセンターなどもある。 サンブルーの市民公園の隣にあるフニペロセラ、軍立公園はクリスタルスプリングスアベニューからアクセスできる。約100エーカーの広さの公園はサンマテオ軍が所有しており、ハイキングコース、あずまやバーベキュー場、ピクニックテーブルなどが設置されている。公園の名前は18世紀にカリフォルニアで多くの伝道所を設立したフランシスコ会の修道士 フニペロセラにちなんでいる。彼はサンフランシスコの伝道所を訪れる際、定期的に現在のサンブルーノを通過していた。公園はサンマテオ郡公園、レクリエーション化によって管理されており、車両が公園内に侵入するのには6ドルの料金がかかる。サンブルーノパーク教育学区は7校の小学校と1校のインターミディエートスクールを運営している。1970年、 学区には4829人の生徒を抱えていたが、2013年には約2700人に減少した。サンマテオ統一高等教育学区も市内を区域としており、1980年にクレストムーア高校が並行した後は、ほとんどの生徒がカプチーノ高校に通っている。市の包括的年間財務報告書2011年版によると、 市内の大きな雇用者トップ10は以下の通りである。ありがとうございます。